こんにちは。今日のご紹介なんですが、超強力噴射コードレスエアダスターということで、まあ、今車の上に乗せてるんですけれども、多くのブロワーがありますけれども、まあ、洗車のみならず車内の清掃、または自宅等のパソコン等のホコリ取り、今の時期ですとエアコン使われているご自宅の方も多いと思うんですけれども、フィルターの掃除、まあ、そういったものに非常に重宝するマルチに使えるエアダスター、こちらのご紹介を本日はしていきたいと思います。で、今回の使用例なんですけれども、まあ、昨日雨が降りまして、まあ、このように、まあ、車ですね、水滴が残っていたりとかします。まあ、こういうところは普通に拭けばいいんですけれども、例えばノアボクシーの場合でいきますと、これグリルがかなり大きいです。そうするとですね、こういった溝のところも水が溜まったりすることがあって、細かく拭いていくと結構時間がかかるということがあると思います。まあ、そういった時にエアダスターを使うことによって、まあ、時間短縮ということにもなりますし、またこれも洗車の後で砂が上に乗っかっているということもありますので、ウエスで拭いてしまうと傷がつく原因になってしまうと、まあ、いうこともあります。まあ、そういった時にエアダスター使うのが非常に有効的であると、まあ、いうことになります。まあ、その辺の使用例をご紹介をしていこうと思うんですけれども、まあ、こちらを実際使ってみようと思うんですが、このエアダスターはここのボタンだけがついています。で、一度押すんですけど、長押しすると一番強力の風が出てきます。で、2回押しますと一番弱い風で、これ今ボタンを押さない状態で連続で風が出るようになっています。で、もう1回押しますと中くらいの強さの風が出ます。で、3段階で、これも特にボタンを押さなくても風が出る。で、最後4段階、このボタンを押すんですけど、これ長押しの状態で風が出る。まあ、リコペンだけど、車のこのグリルとかを水飛ばしたいという場合ですと、このボタンを長押しして水を、水滴を飛ばしていくということになるんですけれども、ちょっとやってみたいと思います。はい、このように今水滴が飛んでるのがお分かりいただけると思うんですけれども、これ有効的なのは何かというと、先ほどもご紹介したんですが、ウエスを使わなくてもいいと。で、これも洗車をした後ではなくて雨がスタートなので、ホコリが付着している状態になります。で、その上から、ウエスを引いていきますと、傷の原因になると、まあ、いうことがあります。なので、このエアダスターっていうのが、非常に有効的になると、まあ、いうことになります。まあ、この上にですね、非常にハイパワーなエアダスター等も、まあ、2万円ぐらいの価格を出すと、出てるんですけれども、ものもかなり大きいものになってますし、風力も非常に強いので、片手でエアブローするっていうのが難しくて、こういったちょっと水を飛ばしたいなっていう時に使うということにおいてはちょっと使いにくいんですが、これは 240g しかない軽量なものとなっておりますし、また連続運転なんかも、これ一回洗車した時に、このノアボクシーに一度エアブローしたんですけれども、10分ぐらいは持ちますので、ほぼ全面最大の風量でエアを飛ばすということができます。あとはあるあるなんですけれども、こういったミラーの下のところですね、こういったところにも水が溜まりやすかったりします。まあ、洗車をした後とかがよく水が溜まりやすくなっていると思うんですけど、実際ちょっとやってみたいと思うんですけど、まあ、雨が降った後ですとそんなに溜まってないんですけれども、まあ、洗車した後なんかですと隙間の部分っていうのは水が拭き取りにくいというところもありますので、まあ、こういったものを使うことによって水が拭き取れて、洗車後も水が垂れずに車の汚れも未然に防げるということでメリットがあるかと思います。また後ろのハッチなんですけども、まあ、こういうところにもですね、水が付着しやすい、またこれ車の後ろになりますのでホコリが舞い上がりやすいということで、雨が降った後というのは、これ、埃が浮き上がります。まあ、そうすると、これずっと放置しておくと、また、この水垢が溜まったりとか、この埃自体も固着してしまうということがあったりします。まあ、こういったところをきれいにするためには、ウエスを使ってしまうと、もうこのバンパーの上の部分というのは、引っ掛け傷が残ってしまいますので、まあ、こういうものがあると便利ということになります。
これを使うことによって、あっという間に水が跳ね飛ばせると。で、また、この上から直接、ウエスで拭くわけではないので、このパンパーの傷というのも防げるということになります。最後、車内なんですけども、以前も違うメーカーさんのエアダスターをご紹介したんですけれども、車内とかでのホコリ取りに使うのが非常に重宝するということもありますので、そちらも少しご紹介していこうと思います。例えばこういった床のところですね。で、今止めてるところがこういう砂利チューブで結構汚れやすいです。この辺もすごく気になる方も多いと思うんですけれども、例えば、まめに砂利、ホコリ等をこうしてエアで飛ばしてあげることによって、かなり綺麗に保つということができるかと思います。で、また、こういったところにも結構ホコリが溜まったりします。こういったところをエアブローで上げたりとか、また、このシートのところですね。こういったところであるとか、または、このショルダーの部分、こういったところにも、ホコリが溜まりやすかったりするんで、少し車を眺める時間がある方なのであれば、こういったところをですね、パッと掃除してあげることによって、綺麗に保つことができるかと思います。また、リアに関しましても、やはり砂利中なので、結構、このフロアの部分っていうのが汚れやすいんですけれども、こういうものがあることによって、すぐに汚れを飛ばすということができます。向こうも試しにやってみたいと思うんですけれども、このように、あとはセンターコンソールの上とかもこういったホコリが溜まりやすいですよね。こういったところも掃除してあげたりとか、してあげるという時に非常に便利ということになります。こういったホコリっぽいところですと、パネル関係ですね。こういったところも結構、ほら、ホコリがついてるのがお分かりいただけると思うんですけども、これそのまま拭いちゃうと、傷の原因になります。そういった時にやっぱこういうものがあると、長期的に傷を防ぐということができるかと思います。飛ばしましたけれども、かなりホコリが飛ばせたのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。トヨタの車になりますと、ディスプレイサイズも大きくなってますし、黒基調になってますので、かなり汚れが見えやすくなっているということがあります。なので、こういったもので汚れを吹き飛ばしてあげるということも結構必要になってくるんではないかなと思います。で、汚れを吹き飛ばした後は、このコストコウエスで拭き取ってあげると。そうすることによって、この拭き取った後の吹き立ち口というのも長期的に防ぐことができると、いうことになります。そのまま拭いてしまうとかなり傷の原因になりやすくなってしまって、傷がつきやすくなるリスクというのが増えてきてしまうということもありますので、非常に有効的だと思います。はい。ということで、今回なんですけれども、こちらの超強力噴射コードレスエアダスターご紹介をさせていただきました。こちら非常に便利でして、特に私の場合ですと、このミニバンに今乗ってるということで、家族を乗せたりとか、ワンちゃんを最近乗せたりとかっていうことがありますので、例えば、子供を乗せてる場合ですと、お菓子を食べたりしていると、こういったところにお菓子の食べこぼしがあったりとか、ホコリが溜まっていたりとか、いうことがあります。で、また、先ほどデモでもご紹介したんですけれども、こういったフロアマットにも食べこぼしがあったりとか、また、砂利の駐車場だったりするので、砂利が乗っかっていて、ホコリだらけになっていたりとか、そういうことがね、結構あったりすると思います。で、そういうことで結構悩んでいらっしゃる方、特に新車にお乗りの方なんかですと、もっと綺麗に車を維持したいよねと、ただ手がかかって結構面倒だという方も多いと思うんですけれども、そういった時に、このクラスのエアダスターというのは非常に重宝してくるんではないかと思います。雨が降った後の雨水の処理であるとか、車内の清掃、そういった時にこのサイズのエアダスターというのは非常に重宝してくるアイテムであるということを皆様にご紹介できるかなと思います。こちらの製品の詳細は概要欄の方に貼ってございますので、ぜひそちらの方興味のある方はご覧になっていただければと思います。
います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。